はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースはっていう前にねちょっとみんなにね聞いてほしいことがあるんだよね。つい最近だよチャンネル登録者数が50万人ぐらいいる方からチャンネル登録されてるんですよ。これめちゃくちゃすごくないと思っていやなんかすごいのかすごくないとかわかんないんですけど、いやめちゃくちゃ光栄だなと思って、いやまあそんだけなんだけどね。はい、それじゃあ今日のトロールコースはですね、なんとかザ・ムービートロール、あれなんて読むの左上、アイラルリー、アイラルリー、なんかマックみたいだね、なんとかラルリーみたいな。で説明文の最後らへんにさ、リラックス&ウォッチ What's happens って書いてるんだよね。これをね訳すと何か起こる何か起こってもらうのは困るんだよトロールコースだったら何も起きないのはね、ちょっと危な、今見た、ナイス反射神経、いやあの金魚がさ大きかったら僕もうやられてたかもしんないね。あここはね隠しブロック何の意味もないね。でここは真ん中、うわ何もないね。じゃあ一番右だね、このオープンブロックを叩いたらオンオフが変わる感じでしょう。ちょっとわかりました、このコースはさなんか急に出てくる感じだね、多分そんな感じと思う。ほら見た、あいやキノコもらえた、あキノコがないと上行けないね。でこのまま右行って、これ足場でしょ、これ下確か水色の足場だよね、オッケー。でここも足場これ足場じゃないの、このコースめっちゃ凝ってるね、あの背景もトロールみたいな、まあそんな感じだね。じゃあここはジャンプしていいのかな、めちゃくちゃ怖いね、はい面白、いやめちゃくちゃ面白いねこのコース。この画面から動いてないんですけどめちゃくちゃ好きだよ、なんていうのかな引っ掛け方がねめちゃくちゃ楽しいよね。じゃあここは大ジャンプしないで小ジャンプで待っておこう、オッケー。あ、なんかさバネ持ったけど、バネ持っていける、あダメだね、だからこのバネを下に置いてこうジャンプ、よし来た。でここでいやちくわブロックに入って入ってっていうか乗って左、オッケー。うわここも入れないと思ったけど普通に入れたわ。じゃあここは右、よし、うわー、なんか最近さ僕の絶叫がねなんか意外と好評らしくて、ちょっとなんでかわかんないんですけど、もうゲーム実況者じゃないでね、もうゲーム絶叫者になろうかなと思って待って、ここ右、なんでそんなところに行かんならんの。じゃあここは下にブロックが出てくる、でジャンプで避けます、来ました。でここは上、なんか3本いるじゃん、3本だったっけ、3本だったっけ、ちょっとまだ名前覚えてないんですけど、ジャンプしておきます。いや絶対来るでしょこいつ、絶対来るよこれ叩いたら、なんでここにとどまっておこう、お前が来んのかーい。そんじゃここはオープンブロック叩いて左に逃げよう、で上に行こう、いやこれでいける、オッケー。でここはどうしようか、左のこれ取っていいかな、かぶれるかな、よし。でここでジャンプ、ジャンプ、ナイス。でオンオフしよう、よし来た。うわ怖いね、なんかねどんどんなんかねあの罠がね来るから、いや先に進むのが結構怖いんだよ、上、うわそれじゃあここでファイヤーが出るのは分かったんでファイヤー取ります、はい、うまい。でここで溶かして上、上で多分ここでちっちゃくなって右に行くみたいな感じかな。うわここね左上なんかあるんだよな、ちょっと左上行ってみていい、ちょっと怪しくないここ、うわなんか出てきたそれは想定外でしょ、こんなところに行ってブラパがそこに落ちるとか今までなかったやんか。そんじゃここはもう下に行って良さそうだね、下に行って多分ドッスンが来ない、いやどっち来る、いや来ないね、来ないけどこれは右行けないもんね、だから左のこのオープンブロックを叩いて右にダッシュします。あーなんでお前が来んだよ。あのねこの前コメントでもらったんだけど、あのピオキングさん喉潰れるでしょみたいな、喉ぶっ壊れるでしょみたいなコメントがあったんですよね。ちょっと待って金魚邪魔しないで、いやまあそういうコメントがあってね、ぶっちゃけあんま壊れないんですよね。昔からさ、まあ、見てる方は分かると思うんですけど僕声大きいしさ結構叫び慣れてるから結構鍛えられてるっていうか、ミスったっていうか、この四角のとこに追ってよさそうだね、なんで追っておきます。うわ待ってまずい、今読めました、絶対なんか来ると思った。じゃあここは上に行ってドアに入ります、なんもないでね、
中間ありがとう。こ中間優しいね、普通に取らせてくれるんだ。でもね、絶対最後はね、なんかあるボーン。なんでなんか悪いことしましたか僕。言ってもさ、中間だからね、全然いい。そしてね、ここはさっきと違うヤンカー的なのは絶対ないと思う。で、ここでバブルが来ないね。まあ、どっかから来るんだろうけど、多分ね、ここを押したら来る。よし、来ました。で、あなたも来るとか聞いてないよ、私。キャップだけもらっておく。それじゃあここはバブル出します。そしてバブル出した瞬間右に走っていく。来た。で、ここで音符ブロックを叩いたらなんか出てくる。そんでキノコが取れる。なんで消すのじゃあこれ上から取るんだろうね、きっと。っていうかこのバーやばくない？めちゃくちゃ暴れてないこれめっちゃ動いてんだけど、こんなん今までなかったな。じゃあここ左行きます。そんで右、よし、オッケー。で、上、オッケー。いや、ここまで順調だね。さて、ここは左下のオンオフか。なんかさ、このコースオンオフを変えたらどうかなるみたいなのが多いよね。なんでここはもうオンして右上に逃げます。はい、いや、うまい。よっしゃ。いや、ここなんかオンオフしてさ、急いでいけばいける説あるよ。あ、なんで当たんのこいつ当たんの？後ろからだったら当たんの？え、そんなあんの？前からでも当たるやんか。じゃあここはファイヤー取ってジャンプ、そんで溶かす。で、ここはどうしよう。いや、下から行っていいね、きっと。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。焦るな。多分これで合ってるから、焦るな。合ってないね、これなんでここに足場があんだよ。待って、こっちは、こっちは何なんか変なとこ連れてこられた。じゃあこの土管入ってバック。いや、待って、すごい嫌な予感がするぞ。バックトゥーザフューチャーか、これは。いや、ここチェックポイント1。あ、でもさ、チェックポイント1しか取ってないよね。だからさ、全然良くない？はよ連れてけ、笑ってないで。多分ここでチェックポイント1に多分戻るんばい。ほらね、ちょっとお前も来んのか。どうやってチビになるんだろうね。ここで溶かすでしょ。ここでジャンプ。あ、で、ここで当たっていけばいいのか。うわ、ここ難しいね。なかなか謎解き要素深いよ。オッケー。で、上、うわ、早く行かな、まずそう。そしてドア入ります。さて、ここはここ音符を叩いてみようか。地味だって。キノコ取らんでいきます。取らんでよかったんでしょ、きっと。そんで、うわ、怖っ。ここ左行くね。どっか行け。それじゃあここからバブルが降ってきたら右に避けようか。オッケー。で、早めに左。なんでそうなんのここで、あの、息アップをずっとするから、今までやられたの全部チャラ。じゃあここはバブルを落としてすぐ右に行けてきた感じだね。よし。で、来る。来ましたね。で、ここで入るね、土管に。いや、悔しい。いや、作りはすごいよ。めちゃくちゃ凝ってると思うんだけど、ほんと悔しくて、この罠は。で、次はあの金魚が落ちてくるでしょ。で、ここで入ろう。オッケー。中間は取れた。中間はね、結構優しく取らせてくんだよ なんかそこだけなんかアメとムチ使い分けてるんだよね、きっと。で、またお前かー。じゃあここは金魚気をつけよう。で、ここで左。で、ここはもうね、ハテナ叩くしかないんですよ。ハテナ叩くしかないんですよ。で、上。なんでよもう。じゃあここは叩きます。で、ここも叩いて左に逃げます。そしたら右下が開くんで。で、ここはね、もうこのブラッパがなんかもう怪しいんだよな。でも怪しいけど、もうここで行ったらいけるはず。すごい引っかかるよ、ここ。え、何？
逆に僕の才能からもう引っかかる才能いらねえよそんなの。じゃあここは音符ブロックから左だね。でここは叩いて右に避けます。うわー、なんか取ってしまった。これはワンチャンあるんじゃない、ここで正解なんじゃないんですか。うわみんなどうですか今日どうですか皆さん、こんなに引っかかってたら面白いでしょ人がもう何もしないと。いやーこれは引っかかるよ、あのファイヤーはもう笑いすぎて今めっちゃ涙出てるもんね。でここは右下、なんでだってもう、だからどうすりゃいいんだってもう。じゃあここはすぐ左行こうか、落ちて、はい、うわむずい、はい、オッケー、でもう一回右で、ここはどうしようかな、まあ普通にもう上行くしかないよね、上行きます。うわツタがあったよね、ツタに捕まろう、よし。でここはちょっと待ってツタに捕まっていいんですかねこれ、めちゃくちゃあの引っかかる予感しかしないんですけど、ツタに捕まります。お、いけた、はい、うわ待って、危ない危ない危ない、うー来た、よけた、で下、いやえこれ合ってたんじゃない。うわ、じゃあここは何もしない、扉に入ったらダメだからね、何もしないが正解で、ジャンプ、来た、で、ここで鍵ドア入ります。もうね、中間は見つめない、おゴールじゃんか、いや、ジャンプして何もしない、いいね、あれ金魚ゴール来ますよ、もうあの金魚さえ避けますから、私ジャンプしてジャンプしてジャンプして右、オッケー、うわうまい、いやここなんか最後パズルっぽくない、で、いやなんか来る、おし避けた、今なんかねなんか音がしたから分かった、で右で左上は上わないかな、どうしよう、叩いて右に避けるね、オッケー、うわ金魚バカめどうしよう、あこれはどっち行く、これ2分の1やん、2分の1はいつも外すんだよな、これ罠っぽい方行ってみようか、右が正解、いやなんで。さあ来ました、ここはジャンプして多分隠しブロックがありそうな気がするんで右押したままジャンプするね、はい、いやこれはどう、しゃがんでおく、やったー勝った、見た今の金魚よけ、そしてさらにゴールするという、もう僕のもんだね。いや久しぶりにねこんな楽しいトロールコースをやりました、もう30いいねぐらい押したいんですけど、まあ個人的にめちゃくちゃ好きなコースでしたね。それじゃあどうもご視聴ありがとうございました、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました、それじゃあまたね。